E プラスをご覧の皆様、こんにちは。キューブネクストオスふんどし部に出演いたします、木戸優也です。川原一馬です。海老沢健二です。君沢祐希です。ストーリーについてですけど、はい、はい、そうですね。どんなお話ですか？簡単にこう説明。はっちゃけった感じのすごいパワフルな学園ストーリーだよね。そうやね。もうやっぱり題名がね、ふんどし部ってことで、うん、まあね、まあ、タイトル聞いただけで何が起きるかっていう感じだけど実際はね、よく言われたのは、うん、ふんどし部って書いてあったから、うん、お相撲の話だってよく言われたんですけど、そうではない。そうです、ね、そう、それがね、また一つ面白いところもあるね。そうだね、うん、笑いあり涙あり、ね、うん、いろんな要素を含んだストーリーだったなって思いますね。そうですね、うん、なんか笑い、なんか基本なんかこうね、笑って見れる作品だと思うんですけど、うん、なんかこう最後は、うん、やってる僕たちもこう、ね、うん、感動しちゃうぐらいな、ね、ダンスも歌もあって、うん、ね、最後にはすごいシーンもあってね。すごいシーンがね、すごいシーンがね、一番盛り上がるところだと思う、ね、そう、そこが最後の見せ所でもあります、うん、はい、はい、再演と聞いて、うん、どう思いましたか？そうだね、やっぱりやるっていうのはやっぱり前回超えなきゃいけないなっていう、そのやっぱり自分自身のプレッシャー、あ、意気込みね、うん、やっぱりあの初演の俺の役はやっぱりすごく出てない出てない再演みんなと再演再演ね。いや、また暑い冬が来るなと思った。暑いね。ね、前回よりももっと冬だしね。冬だしね。だからもっと暑い冬がまた来るなっていう感じはしましたね。あんなに汗をかく冬はないよね。ないよね。そう。あんなに汗かく冬はない。でもふんどし姿になるんでしょ。寒いんじゃないの？いや、むしろ暑い。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 本当それをこれから僕も体験するわけですね。そうですよね。本当。でもね、再演嬉しいですよね。再演が決まったってことで、うん、ね、やっぱり、うん、ね、そういう知らせを聞いた時は嬉しかったよね。そう、嬉しかったし、やっぱりね、こうまた、うん、その自分たちのこうチャンスをもらえたわけだから、うんうん、それは本当に、ね、嬉しいことだなと思います。川原さんの演出について、そうです、ね、どうですか？ね、やっぱりやっぱ前回やってみて一番大変だったのはやっぱり、うん、ハリウッド出身の感覚だったということで、日本語が通じない。誰と間違えてる？ハリウッド出身、誰と間違えてる？その方じゃなかった。その方じゃない。むしろどの方ですか？それどの方って感じなんですけど。どうだったの？演出どうでしたか？エビちゃんとかは。もう僕は厳しい中にも優しさのある方で、うん、まあ、ね、稽古前とかもすごく、みんなにこう気を使っていて、もういろんな話をしてくれていただいて、本当に勉強になる部分が多かったなと思いますね。なるほど、ね、きっとすごい構えてて、うん、自分たちがやっぱり演出家さんだっていうので構えちゃった部分も最初はやっぱり稽古入った時だったから、うん、そういうところでやっぱ話をしてすごい和ませてくれて、すごいその稽古に入りやすい雰囲気にしてくれてね、すごいやっぱり、うん、演出家だなって思ったのは、うん、その一人一人そのダメ出しをする時も、うん、そのダメ出しの仕方がやっぱりすごい面白い言葉を使って、うん、アプローチしてくるんだよね、うん、ちょっと本当に多分怒りたかったんだなっていう時は、うん、吹き矢があったら吹きたいって言われた時は、うん、そういうアプローチもあるのかっていうのを客観視してしまった部分もあったよね、うん、ちょっとユーモアとチャーミングなとこ、そうユーモアのね、そう、こう考えてるんだけどこうできないって思ってることとかもやっぱりすごい感じ取ってくれて、それに対してすごい分かりやすいアドバイスとかしてくださって、で自分たちがやっぱり気づけて次のステップに行けるっていう、すごいいいようにね、自分たちを育て上げてくれたというか、本当になんかなんて言うんでしょう、人を本当によく見てくださってるなと思っていて、ダメ出しの出し方であったりとか、うん、そのヒントを与えてくれるアプローチであったりとか、うん、そういうアプローチの仕方がこうやっぱり一人一人違っていて、多分川原さんがこう感じ取ってもらったこの人柄とかで、うん、一馬君にはこういった方が伝わりやすかったりとかっていう、うん、でエビちゃんにはこういった方が伝わりやすかったりとか、うん、僕にはこういった方が伝わりやすかったり、うん、
なんかそっちの方がこうなんか早くこう答えを見つけれるんじゃないかなとか、うん、本当にそういうことまで考えてくださっていて、うんうん、なるほどね、そう参考になります、うん、楽しみだね、そう本当どういう方か分からなかったらすごいドキドキしてる時もあるから、うんうん、まあ、ただね自分たちもこの1年間っていうものがあるから、うん、それでまた再演っていうことでまたその最初のゼロからじゃないんで、うん、その分自分たちもモチベーションを上げて、そうだね、挑まないと、うん、1年間で成長した姿、うん、はい、やっぱり、ね、そう、うん、川原さんの演出してくださってることを、うん、やっぱり演出したいことをやっぱ100できてなかったのが初演で、うん、それがすごい悔しい気持ちがあったので、うん、今回の再演ではもっとこう川原さんの演出を、ね、こうしたいってものを早く自分たちが感じ取って、うん、もっとね見せれるようになったらいい、そう、スタートもちょっと一個上から始めたいなというのはあるね、うん、はい、いや置いてかれないように頑張るよ大丈夫です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 、でも多分僕は君沢さんが入ることによって、うん、川原さんのもうターゲットは君沢さんになると思って、怖い何がそうさせるんだろうなんか、うん、本当、うん、いやでも楽しみにしてさ、やっぱすごい僕も尊敬してる方だから、うん、ね、だってオスフの後に時計仕掛けのオレンジの演出をされてたから、そんなすごい方にしていただくのは本当に光栄ですから、うん、もう本当にいい経験というか、もうドキドキしながらもワクワクしてます、はい、はい、見どころ見どころ見どころいっぱいありますよ、うん、いっぱいありますね、見どころだらけだよね、なんか、うん、そうだね、だってもう歌みんな歌いますし、うん、ダンスダンス踊りますし、まあちょっとねほろりとするところでもアクションがね、うん、あり、なんかそれぞれの俺が見てると思ったキャラクターのちゃんと見せ場っていうか、うん、ここはだか、カズマ君、うん、エビちゃん、うん、キドくんとかあるよね、そう、大好きなの及川のあのシーン、なんかここにいっぱいビヨンって生やして、ね、俺が及川みたいな感じで出てくるじゃない、出ますね、うん、あれ見た瞬間俺及川やりたいなと、あの出方する時の出るまでのドキドキは半端ないですね、うんうん、あれはね、ずっと手震えてた、あの公演はあの出る瞬間ずっと手震えてました、うん、こう、ね、うーん、手震えてるあれは本当に緊張しましたね、そうだね、はい、あれって客席まで降りてくるんだっけ、客席の後ろの客席で、うん、入ってバンって出るから、うん、もうひしひしと伝わるわけですよ、そうだね、お客さんの感じがね、うんうん、でもなんかいいよね、お客さんもこう巻き込んでこう一体感になって見れるのもなんか一つ見どころかなって、うんうん、でまた今回新しいキャストがね、まあ、増えたりするから、うん、そこも見どころかなって思うね、うん、だって初演見てもまた新しい形で見れるんじゃないかなって思うので、うん、そこは新しい、うんね、また見どころかなって頑張って、じゃあ見どころにある、見どころに盾もあるからね、盾もあるから、盾もあるから、盾もある、盾もある、盾もある、どんなんだっけ、盾やっぱりちょっと喧嘩のシーン、喧嘩のシーンとかね、ああ、僕を応援されたりとか、そうされたりとか、一人だけだけどね、僕を応援されたりとかね、そう、ありましたからね、あったりとか、はい、いやでもやっぱ一番の見どころはね、僕はその時のお客さんだったけど、みんなのこう熱い姿ですよ、もう本当に汗を流して本当に声張って必死でやってるから絶対それがね、お客さん見てて一緒に感じて楽しいと思う、うん、頑張ります、頑張ります、あ、はい、はい、さあ今回、うん、キャストがね、うん、新しく加わるわけですけども、そうですね、それどうですか、うん、まずやっぱり一人目ね、うん、やっぱりこの僕の隣にいらっしゃる君沢さん、はい、うん、いやそうなんですよ、今回新しく参加させてもらったありがとうございます、ありがとうございます、いやね、どうなるんだろうね、やっぱみんなもう一回やってるから、うん、ちゃんと慣れてて、こうちょっとそこに入るのって大変かなってちょっと正直思ってる、あ、なんか、うん、そうそうそう、そのなんか冷たいお前大変だぞみたいなすんなよ、じゃあ優しく迎えてくれよ、君沢さんやったら大丈夫だよ、うん、大丈夫だと僕は、うん、本当になんか、うん、そうそう、だ結構みんなで、ね、もうダンスも結構やってるし、身についていけるかなみたいな、でも知ってる人が多いから逆に入りやすいかもしれないな、うん、やっぱりみんなそうですね、でもまあ今回新しく、ね、うん、参加させていただくということで、うん、ちょっともう僕の中でもまあ気持ち的なふんどしをちょっと引き締め直してやりたいなと思ってます、おおおじゃねえよ、おじゃなくて笑ってくれよ、でも
もね、あのエビちゃんとかも、あ、他の、 あの神山隆二君とか、はい、そうそうそう、ね、あの一回舞台で共演したんですけど、やっぱり熱いんですよ、本当に熱い人で、だからまた逆にこの熱い舞台オスフンの支部にまたプラス熱い、うん、あの神山くんが一緒になるってことで、うん、またさらにこうパワーアップするだろうなと思うし、やっぱりもうミュージカルとか歌とかもね、やっぱダンスもやっぱりもう上手いので、うん、そこがまたプラスとなって、うん、いい旋風、うん、旋風をね巻き起こし てくれるんじゃないか、刺激をもらいつつ刺激を与えられるように頑張ったね、いけたらなって思います。はい、なんか、はい、清水さんとあと、うん、そう清水ひろしさん、いや本当今日僕あの清水ひろしさんが出るってことをあの知ったんですけどこの方が本当に出るのかなと、うん、いうことで、昔すごく昔になんか日比谷公会堂ってとこであの、うん、清水さんの一人芝居っていうのを見に行かせてもらったことがあって、うん、すごく熱い一人でガッと芝居してて、すごく印象に残ってるのが、なんか清水さんがいろんなところに潜入して実際に体験するっていうレポートみたいなのを映像に流したんですけど、なんか全然本当何の接点もないいきなり20代の BK っていうんですかね、ヒップホップみたいなの踊ってるクラブシーンに混ざり込んで、その時ちょうどダンスバトルの大会みたいなのがあって、いきなりこう混ざり込んで、ヒップホップでも何でもないダンスなんですけど、清水さんが踊ってるのはもうなんかそのパッションとテンションの熱さでもうクワッと会場を持っていって、その間にかこのキムキのこの B ボーイのお兄ちゃんとこんな握手してて、この人はすごいなって思ってた方が出るってことで、ちょっと本当にびっくりしてます。じゃあ今回のメンバーみんな熱い、みんな熱いってことですね。君沢さんも熱い、熱い熱い熱い、やけどするほんまに、いろんな意味でやけどする。熱い冬になりそうですね。あーこれまずい、はい、意気込み、意気込み、よし、はい、とりあえずじゃあなんで俺からなんだそうですね、やっぱりオスフンド支部、この真冬の正月明けにやりますけども、うん、やっぱりその2012年始まってまず一番熱い作品を皆様にお届けできるように僕らも今から頑張っていこうと思ってます、うん、今回あの再演が決まりまして、でまた新しいメンバーも加え、また新しいオスフンド支部、まあ、再演っていうんですけど、またなんだろう、再演なんだけど新しいっていう、また新しい展開が本当に新しい新しい続き、ね、まだ2012年というまた新しい年も迎え、本当に新しい舞台がね、できるんじゃないかなと僕は思ってるので、劇場にね足を運んでいただけたらなと思います。1年間すごいいろんな違う作品をみんなやってきて、また成長した姿をお見せできると思うので、それも楽しみに、楽しみにしていていただきたいなと思います。はいはいはい、だね。じゃあそうね、ビシッと、はい、ビシッと決めて、ビシッとビシッと、そうでも基本ねみんな言ったからね、そうだね、うん、今回、まあ、再演ということで、うん、多少ね、その前回と全く一緒ってことではないし、うん、今回ね、君沢さんも、うん、他のね、方も、新しいキャストで入っていただけますし、ね、前回と、全くというか、まあ、ちょっと違ったね、うん、雰囲気が変わると思います、うん、しかも渋劇という劇場でやらせていただくということで、うん、本当に、まあ、最後の文化祭だっけ、まあ、シーン、うん、のね、ダンスを踊ってね、うん、シーンとかね、流しとかね、うん、流しとか、ね、うん、流しとか、うん、本当にお客さんとすごく一体できるような、うん、本当に劇場だと思うので、うん、お客さんとの距離も近いし、まあ、それのお客さんとの距離が近いことによってね、僕たちも恥ずかしい部分がね、うん、あったりするんですけども、うん、でもそれは本当に僕たちは、うん、なんかもうね、恥ずかしさとかなしに、なしどうやって感じで やっていきたいなと思ってますし、うん、まあ、2012年、うん、1月6日、うんうん、からね、から本当に笑いあり涙ありの、うん、本当に素晴らしい作品なので、ぜひ1月6日初笑いの詩に、ね、うん、渋劇まで足を運んでいただけると嬉しいなと思っております。ありがとうございます。はい、ぜひよろしくお願いします。劇場でお待ちしております。